皆さんこんにちは。帝都物語でも有名な俳優でおなじみの石田純一さん。石田純一豪邸も売却した極貧生活の現在について紹介します。まずは石田純一さんの経歴とプロフィールから紹介します。石田純一は1954年1月14日に東京都で生まれました。血液型は A 型です。祖父は中外商業新報現日本経済新聞記者で政治部長や参事などを務めた石田武太郎でした。母親は女学校時代に原爆投下後の広島市に後片付けに入った乳歯被爆者でした。4歳までアメリカワシントンで育ち、東京都立青山高等学校を経て早稲田大学商学部を中退しました。大学在学中、演出家となることを考えた石田は演劇を学ぶためにアメリカに渡りました。東洋哲学に傾倒しており、ヒッピー的な思考であったマリとはこのアメリカ滞在中に離婚しました。帰国後の1978年には大学を中退し、演劇集団演の演劇研究所研究生となりました。1979年にドラマアメリカ物語でデビューしました。1988年にはドラマ抱きしめたいや1989年のドラマ君の瞳に恋してるなどに出演し、トレンディー俳優として一世を風靡しました。その後も1990年のドラマ思い出に変わるまでや1991年の映画極道追走、1993年のドラマ大人のキス、1994年のドラマ長男の嫁、1995年のドラマ昨日の敵は今日も敵、2006年のドラマ不審の時ウーマンウォーズ、2013年のドラマ乙女さん、2015年のドラマ僕らプレイボーイズ熟年探偵者、2023年に公開された映画散歩やけんちゃんなどに出演しています。1988年には俳優の松原千明と結婚し、1999年に離婚しました。2009年12月には元プロゴルファーでタレントの東尾理子と結婚しました。息子は俳優の石田一生で、娘は俳優のすみれです。2020年4月15日新型コロナウイルスに感染したことを公表いたしました。所属事務所は当初沖縄へ仕事で行き、宿泊先のホテルで体調を崩したと発表いたしましたが、一転ゴルフ場でプレー中に体調を崩したと発表いたしました。沖縄県では玉城デニー知事が4月8日に県外からの来県自粛と沖縄県民の外出自粛要請を出されましたばかりであり、石田様が滞在されたホテルは休館に追い込まれるなどしましたため強い批判を受けました。その後アビガンの投与を受けて治療を続け、5月12日に退院いたしましたことを翌日のブログで報告いたしました。しかし退院後に妻リコの制止を振り切ってマスクをつけずに外食をされたことが報じられ、さらなる批判を受けました。俳優の石田純一が8日に放送された TBS 系中居正広の金曜日のスマイル立ち絵に妻の東尾理子と娘のすみれが出演しました。前回理子が番組で暴露した自身の発言、お前うるさいな、だから30半ばまで結婚できなかったんだよ、俺じゃなかったらとっくに離婚されてるぞで炎上したことについて石田は釈明しました。 MC の中居正広にその後2人で話しましたと聞かれると、話しましたけど俺静かに真面目にやってんだからそんなに騒がせないでよ、奥さんがってことは言いましたと隣の理子を見ながらコメント。中居がなんで身内からって、石田さんの気持ちわかるなと援護すると、苦笑した石田、問題の発言についてその言葉は言っていないと否定、俺じゃなかったら続いてないよって言ったと続けて、藤本美貴ら女性陣から同じじゃんと突っ込まれた中居がこういうところが可愛いじゃんと言うと、藤本は他人だと可愛いかもしれないけど奥さんだったらたまったもんじゃない、可愛いなんて思わないよね、虜に聞くと全然思わないときっぱり、石田は喧嘩してるときは売り言葉に買い言葉になっちゃうんで、まあ言っちゃいけない言葉ではありますねと反省。30半ばまで結婚できなかったについてはあまりよく覚えてないんだけど、自分的には似たようなことは言ってます、自分も相当ムカついてはいたんですと説明していました。
俳優でタレントの石田純一さんが焼肉店を経営しているとのことで話題になっています。石田さんといえば、かつてはトレンディ俳優として一世を風靡し、多くのドラマやバラエティ番組で活躍していらっしゃいましたよね。そんな石田さんがなぜ焼肉店を経営しているのか気になったので調べてみることにしました。昨年5月に千葉県内にオープンした焼肉店で自身も働いている様子が伝えられた。自ら仕入れやフロアで客の肉を焼いて接客するなど、ほぼ毎日店に立っていると紹介された。記念撮影にも応じるほか、皿洗いや店の床掃除を行っている様子も。石田さんは現在千葉県内に多くんした焼肉店においてほぼ毎日店に立ち働いているということです。仕入れ、皿洗いや店の床掃除、フロアで客の肉を焼いて接客し、記念撮影にも応じるなど、ただお金を出すだけではなく、毎日電車で店舗まで出勤し、実際に店舗で働くというのは、トレンディ俳優として活躍し、芸能界の第一線で活躍していた方からしたら、とても勇気のいることだったと思います。人って、一度何かの分野で成功すると、その分野でのプライドや自分の中での歴史みたいなのがあって、新しい分野に足を一歩踏み出すことがとても難しくなりますよね。特に芸能界で成功した方なら、多くのファンを持ち、ファンに追いかけられる存在という考えがあるかと思います。実際に店舗で皿洗いから接客までこなすということは、下積み時代の若手ならともかく、ベテランと言われる年齢で始めるというのは、とても勇気がいることだったのではないでしょうか。実は石田さんは2009年にプロゴルファーの東織子さんと結婚し、2012年に長男、2016年に長女、2018年に次女の3人のお子さんを持つパパなんですね。石田さんのようにここまで芸能界で活躍されてきて、芸歴が40年を超える方なら、養っていけるだけの貯蓄ぐらい余裕であっても不思議じゃないと思いますが、一番下の子はまだまだ小さいですし、3人とも進学するとなれば教育資金もこれから必要になってきますから、安定した収入を得たいというのは当然かもしれませんね。個人的にはこれだけバイタリティにあふれ行動力があるのはすごいことだと思います。石田さんの仕事が激減した理由については一つではないと思いますが、過去に起こした騒動が原因ではないかと思います。新しいところでは2016年に突然東京都知事選への出馬を表明した騒動があり、わずか3日で出馬断念の会見を開きました。多くの芸能人の仕事には CM やテレビ番組出演などがありますが、それらにはスポンサーがついており、政治活動などはその契約に大きな制限があると言われています。ですので出馬する際にはスポンサーとの契約の調整などで時間をかけて入念な準備が必要になるのではないでしょうか。やはり大きなお金が動いてますから慎重にならざるを得ませんよね。しかしながら妻の莉子さんも出馬の事実を知らされておらず、突然の出馬表明だったために CM の差し替えなどで3日で数千万円という損害賠償があったそうです。他にも40代の頃に不倫は文化発言をしてドラマ出演が激減したり、コロナ禍での外出騒動などによってバラエティ番組での仕事も徐々に減っていったそうです。そうやって仕事がなくなるたびに収入が不安定になることで借金を抱え込む時期もあったといいますので、安定した収入を確保したいというのも目的の一つにあったのかもしれませんね。現在の石田さんは芸能界での仕事がほぼゼロになったと言われていますが、先日もテレビでお見かけしましたし、単発での仕事はたまにあるようです。俳優業については現在は積極的に行ってはいないみたいですし、ほぼ毎日焼肉店に通って働いているのも仕事のオファーを待つよりも自分から行動したいという表れなのかもしれませんね。全盛期には3億円を超す収入があったと言われていますが、パチンコ店などのアミューズメント施設を運営する会社のイメージキャラクターを務めているため年間5000万円ほどの収入はあるそうです。それに加えての焼肉店経営でどのくらい儲かるのか調べてみると、経営者の年収は1店舗あたり500万円から1000万円と言われています。立地やお店の規模、営業日数で変動があるようですので一概には言えませんが、もしイメージキャラクターの契約が終了した場合に大切な収入源となりますね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。